はい、これから iPhone で Web チューターの使い方の説明を簡単に見ていただきたいと思います。これ Facebook ですね。Facebook の、Web チューターのグループに行くんですけど、まあ、ここに私はあるんですけどね。はい、これがWeb チューター2021介護福祉士、このグループページで勉強するんですけど、ここはいろんな投稿が、ランダムに入ってます。例えばこれ見ていくと、最初にアナウンスメントですね、大事なこと書いてあるんです。必ずこれ見なきゃいけないいけないんですけども、あれ違いましたね。see more ですね。はい。必ずこの下のホームページリンクからスタートしてください。まあ、今、ちらっと見たんですけど、これタップすると、ビデオのメニューのページに行きます。あと、いろんな大事なことを書かれてますね、これ。はい。そして、このグループページ、例えばこれは毎週火曜日と土曜日にズームやってます。19時からですね。この案内をしてるんですよ。ここで皆さん、出席、どれに出席する、しないっていうのをね、コメントしてもらうんです。あとは、これが終わったズームのビデオですね。出席できなかった人は後でね、勉強できます。で、これが、毎週、月曜日と水曜日にアップされるビデオです。これが勉強のビデオになります。たくさんありますよ。ね。で、このようにですね、ビデオで使った資料、これも見ることができるようになってるんですよ。このようにね。ね、手元に教科書ないときは、これを見ながら聞いてもいいですよね。それと、これダウンロードもできるようになってます。ここね、ダウンロード印刷はここからできます。で、これタップすると、この PDF のダウンロードになりますから、これまあ、タップして、スマホに保存して、あとコンビニで印刷もできますよね。はい。あと、質問コーナーってあります。ここでいろんな質問してもらうんですよ。どんな質問でも結構ですね。あと質問は、こうやってこれを勉強したときに、ここのコメントで質問してもらった方がいいですね。その勉強の質問はね。まあ、どちらでも結構です。例えばこれ、ビデオですね。これクリックしますよ。8回目ね。通常レッスン8回目。いいですか。はい、で今までは人間の体を勉強してきました。どんなの勉強しました？ね、横にすると大きく見えますよね。骨とか内臓、心臓、肺、いっぱいね勉強してたよね。はい、で今日からはね、はい、そうやってね、ビデオを見て、資料、テキストを見て、ダウンロードもできます。質問コーナーもあります。毎週の Zoom の案内などもやってます。Zoom のビデオもここにアップしてます。ということでね、ここはもう順番がバラバラなんですね、グループページ。一番新しいのが一番上ってことないです。ね。はい、そのためにですね、ここのアナウンスにあった、これがアナウンスですね。一番最初に皆さんが読む。このね、アナウンス。ここのページに行くんですよ、これ。ここがリストページです。ここタップしてもらって、ホームページに行きます。これです。さっきちらっと見ましたけど。2021年介護福祉士国家試験対策学習ビデオ教材リスト。Web チューター2021のメニューですよ、ということで。この下に、はい、毎週のビデオの予定が書いてますね。第1週から
第2週、第3週、今は第4週まで行ってます。4週の第1部と第2部。まあ、ビデオは2つずつに今回分けてますね。で、途中途中で、ズームでフォローアップ、復習の勉強してますので、そのビデオもこうやってね、入ってます。あと今、もう勉強進んでる人はですね、もういつでも何でも勉強できるリストがここにあるんですよ。2019年の学習ビデオ。ここに行くと、毎週毎週じゃなくて、もうどんなビデオでも見れるようにはなってます。でも、いいのはこうやって最初から第1週、2週と順番に見ていくことがいいですね。で、これはリンクですので、これタップすると、さっきのグループページに行ってビデオを見るんですけど、見れるんですけど、どんな勉強してるのかって、この右側にちゃんと書いてます。ね。始めようのテキストの第1章、日本の社会のページが6ページから11ページ。内容は、日本の人口と高齢化、日本の家族というふうにね、全部右側に勉強の内容も書いてます。ページもね。はい。そうやって活用していただくんですけども、よいしょ。質問とかとコミュニケーションにですね、グループチャットも作ってるんですよ。グループチャット。メッセンジャーのね。ここでいろいろ質問してもらっていいんです。行ってみますよ。メッセンジャーの、メッセンジャーね。これなんですね、これね。ここにこう、ウェブツーター質問&ズーム連絡っていう、まあ、名前のチャットグループなんですけど、ここにこういろんな質問していただいたり、あとは、ズームの時にですね、こうやって案内もこのグループチャットでやってます。ここね。2月23日火曜日、本日のズームレッスンです。18時50分から18時55分の間で入ってください。遅刻厳禁。遅れる人は必ず連絡くださいと。で、ズームはこのリンクをタップして、ズームに入っていただきます。ここね。で、どうしてもうまくいかない場合は、ズームのミーティング ID とパスコードもここに書いてますので、まあ、必ずどちらからか入れますよね。これでズームに毎週2回入っていただいています。はい。ということで、この、Facebook のグループページ、ここに来て、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。